dedicated game channel by Kotaneta. みんなお元気。さて今回はパスファインダーの基本スペックの確認のみということで、アクティブアビリティのトラック、これを打ち込むことでロックダウンとデスマーク的な効果 40% アップを6秒発揮するよね。そして受動アビリティでは 800m 以内からの攻撃に対して敵へサプレッション効果 40% を5秒与えます。その上でデスマーク効果中にキル取れるとパスファインダー、キルとアシストを獲得したロボットにダメージボーナス 20%、速度ボーナス 10% が付与され、これが最大6スタックまで積み重なるってことだね。さらにこのキルやアシストによって耐久値を回復されるね。そうなるとスタック6まで生き延びるってことが、このパスファインダーをより効果的に展開できるってことだよね。そう考えまして、ダメージとスピードのブーストはもうアビリティに任せて、モジュールは生き延びるサポートとしてリペアを全てに装備してみました。そしてパイロットスキルも同じ考え方で統一しました。それじゃこのコンビネーションでバトルやってみます。特に今回はアビリティによるブーストの状況をご確認いただけるようマクロ画面をご用意しました。それではバトル最後に感想を少しだけ。
このパスファインダーの感想としては、スタック6まで到達するとスピードは十分だね。モジュールについてはアンプ3つは必要ないって思えるね。この程度のダメージでマキシマム到達するしね。2個で十分かなってことで。ご視聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。